コロナの時は本当にきつかったです。皆さん移動されないということで、観光業はすべからく、皆さんが豊かにならないと私たち仕事がないということになりますのでね、今度の選挙の結果で豊かになってきたら私たちの仕事もあるだろうと思います。ワクチンパッケージという形でワクチンの接種証明、それから陰性証明という形の分で、まあ、全国的な動きができるようになればなというふうに思ってます。宿泊業の中でも柳川地区っていうのは昼食が多いところなんですよね。お昼ご飯のちょっと団体客がやっぱり泊まったっていうのは大きな痛手でしたね。まずは近隣のところから少しずつエリアを広げていって、最終的には GoTo キャンペーンという形の再開を一番期待しているところです。緊急事態宣言が出た時の補償内容を明確にして公表をしてもらいたいなって思ってます。かき小屋オープンして半年間のぐらいの営業になりますが、緊急事態がいつ発生してもいいように今のうちに稼ぐっていう思いが大変強いと思います。第6波の緊急事態宣言をもし出すとすれば早めに対応していただきたいなって思います。濃厚接触者の定義っていうのをもっと明確にしてほしいなと思ってます。実際私も濃厚接触者になったことがあるので、感染者数の周りにはたくさんの濃厚接触者がいると思うんですが、実際その人たちが家から出れないので、やはり経済的なダメージっていうのはかなりそれではあるんじゃないかなと思ったので、やっぱり地場消費だけでは天神中洲は厳しいと思いますんで、みんなが安心して外に出られるようになれば経済的な活動もどんどん増えていうことが私の望みですね。